しい可能性を見つけようと思いまして、メンバーの拓郎知能ひさひさ相談した結果ライブ NSP ジュニアに出ることにしたんですね。ということでね、早速フリップネタの方やらせていただきたいなと思いますけど、うん、脇のグレーゾーン、わかりますか？キスをする、これは脇ですよね、アウトですよね。会話をする、これは脇じゃないですね、セーフですね。じゃあグレーゾーンはジュビルは奪われた。これは事故だからグレーゾーンする、ね、ちょっとお客さん、お客さんのように会いたくて会えなくて、いやいやいや会えないかい出ますけどもね。まあちなみにね、このネタをこの間 XJAPAN の YOSHIKI さんに見せたところ、無理するなと言われましたね。さあ、ということで、まあ以上でネタ終わりなんですけども、どうですか皆さん、アンコール欲しいですか？ OK! アンコールありがとう。さあ、今度はね、じゃあ漫談の方やらせていただきたいと思いますけどもね。いやー皆さん、今日とっても暑いですよね、ほんと。こんだけ暑いと、喉が乾いた。いや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 、それはラルクアンシルの曲やないかい。トゥルルね、ちなみにですね、このネタをこの間他のところでやったらお客さんに殺すぞって言われましたね。ということでね、まあ、本当にこれでネタは終わりですけどもね、まだ今日はせっかくですから、ね、今日はちょっと最後に言いたいことがありますね。今日はですね、皆さん、僕すっごい嬉しいことがあったんですよ。すっごい嬉しいことがあったんですね。それは何かと言いますね、あの鳥を得たこと、あなたは僕から不意に心を奪った。ですね。だからこれからもあなたを愛してる。最後はやらない方が良かったですね。ということで、テル最後は膝が震えてるってことになりますけどね。ということで、まさにこの歌、面白いか面白くないか、グレイゾーンだったね。どうもありがとうございました。